京都へおいでやす。どうもミスター京都あっ、今日はねランチを食べにやってきました。今日はね場所は西王子7条を西の方へ進んだところ、この大きいパチンコ屋京一の向かい側にあるんですけど、焼肉屋新さん、そちらで焼肉ランチを食べたいと思います。それじゃ行ってくぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。なかなか良さげな焼肉屋さん現れました。すごい人気ですよ。なんか京丹波牛ホルモン新さん、これがランチですね。ランチ、ランチメニュー、いろんなある。めっちゃうまそう。俺は今日はこれにする。ホルモンが食いたいから。七彩ランチ、いろんな肉がついてるランチです。来ました七彩焼肉ランチ、めっちゃ豪華ですよこれ。タンとエビとなんかもういろんなハラミかなんかカルビか知らんけど、でホルモンと貝、じゃあいただいていきます。ということで焼いていきましょう。エビ、ホルモン、貝、貝、海鮮、海鮮、あ、どっちだ、まずはパン、ヤン忍者、混ぜて、食べます。タンもいきます。ホルモンもちょっと、タンから、めっちゃいいこと思ってるよ、タン。カルビ、飲み込みたくない。
エビがぼちぼちね、いい色に焼けてきたんで、こっちに取って、ちょっとホルモンとかも取るわ。はい、もう沸騰してきてるんで、よし、よし、ちょっと、ここ、よし、焼き盛りで、ホルモン、海鮮の味や、海鮮バーベキューの味、どこか海の家かどこで海鮮の浜焼き食っていう味です。これはビールや、貝です、貝、すごい貝がね、塩味がついてるな、塩味めっちゃうまい、味噌だれ、次はこれでいきましょう、味噌だれ、全部焼いてまうわ、全部焼いてまう、もう全部、まあ、肉がね、とろける、すごい上品な、上質な肉使ってる、むちゃむちゃ、タブスタブ、じゃあラストスパートのお肉をいただいていきます、溶けるわ、味噌だれがまたうまい、お気に入りありがとうございます、気をつけて、お気に入りありがとうございます、焼肉とご飯をビールに流し込む、最高、3倍ぐらいでお肉食べたい、ラスト、ラスト、何肉と米とこんなん合うやんな、めちゃくちゃ美味しい贅沢な焼肉ランチでした、ごちそうさまでした、完食です、めちゃくちゃ美味しかったです、ごちそうさまでした、はい、ということでごちそうさまでした、本日は西王子7条ちょっと西側に行ったところの焼肉の新さんでお昼ご飯をいただいてきましたけども、もう今日はね、昼からね、むちゃくちゃ豪華な海鮮とか、とろける、肉ですね、
の乗った定食を食べさせていただきました。これはねマジでね値打ちありました。もう磯の香りも楽しめて、とろけるお肉も楽しめる贅沢なランチでした。非常に大満足です。ビールも呼ばれてほろ酔い状態で、これから帰ってお昼寝します。はい、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛します。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。